もう一度あの世界に戻るとして、向かう地点はどこになる？目指すは大阪の陣。いえ、再構築された今はあちらの世界で浮上した流れの一番先となります。まあ、五つの夢の支配者たるもの、採用で玉座に控えているのが定番でしょうね。あちらの世界を牛耳る者に心当たりでもあるような言い方だな。面影が豊臣秀頼を怪しんでいた。今もあちらの世界で追いかけ続けているはずだ。何？単独でか？それは危険だ。僕らもすぐに夢の主を追った方がいい。再構築の最中ゆえか、まだ先が読めません。現れた地点の流れを修復しつつ探知を進めなければ。最初の出陣可能地点は天正10年の本能寺の変です。そりゃ覚えがある場所だが、もしかしてまた信長さん絡みか？人気者なのだな。抜かせ。騎士が検出されました。織田信長は羽柴秀吉を従え本能寺にて待機。完全に明智光秀の謀反を先読みしているようです。以前俺たちが当たった状況とはまるで違うぞ。再構築で流れが全面的に変わったのだろう。一から攻略し直しだな。圧倒的に優位なのは信長さんか。もし時間阻行軍と組んでるならなかなか手強そうだ。新たな流れが検知されました。異様な空気で満ち満ちている。無理にねじ切りつなげた夢らしい景色だ。ここが本当に本能寺なのか。明智軍、織田軍、そして時間阻行軍がこの中にいるのは確かです。危険覚悟で炎の中に飛び込むわけだ。しびれるじゃねえか。目標は明智光秀救出。全員突入するぞ。よし、俺に任せとけ。奇襲でも仕掛けるかい？お、こりゃしっくりくるな。お、こりゃしっくりくるな。装備は驚きよりも信頼だな。装備は驚きよりも信頼だな。また活躍しちまうな。よし、これで戦うか。よし、これで戦うか。この力、戦場で使わせてもらうぜ。織田信長と時間阻行軍の反応を検知。明智光秀が集中攻撃を受けているようです。やっぱりそういう展開になってたか。早く助けてやらねえとな。この付近の大砲も明智光秀を狙っているな。まずはこれらを止めるぞ。Yeah!
していた大砲は止まったな。直ちに救出へ向かうぞ。あの青い炎、先ほどまではあったか。解析結果が出ました。青い炎ですが、どうやら別の場所へつながっているようです。他に行けそうな道もないな。あの炎の先を確認するぞ。よっ、よ、本当に別の場所に出たな。これなら先へ進めそうだ。なるほど、同様の炎を見かけたらどこへ繋がっているか確かめてみる。この場所、見覚えがあるな。まさか戻ってきたのか。急いでいるというのに。仕方ない、一度戻って別の炎を試すぞ。それにしても、道が混沌としているな。光秀のところまで行かないとね。なんとしても、たどり着いてみせるぞ。なんじゃお前たちは。信長様の邪魔はさせんぞ。そら、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 なぜ本能寺にいるんだか。そこだ。取った。やるかい。もらったぜ。よっ、青い炎が出現した。では先へ進もうぞ。秀吉がここを守ってた。光秀がいる場所は近いんじゃないか。救援対象が苦戦しています。光秀を撃たせはせん。邪魔立てするか。ならば光秀ともども切り捨ててやろう。ような化け物。熱くなってきやがった。貫かせてもらうぜ。見知らぬ援軍が一体どうなっているんだ。あんたはここで死ぬべきじゃない。それだけ分かってくれたら十分だ。取った。よっ、よっ、はっ。こんなもんか。この力は悪くない。これからもよろしくな。貴様らの相手などしておれぬが。織田信長が本能寺へ逃亡しました。明智光秀はもう大丈夫だ。織田信長を追うぞ。明智光秀の討ち死にから謀反失敗へと演算結果が変わりましたね。今回時間素行軍と組んでるのは信長さんってことだな。しかも俺たちが調査に当たった時の妙な家臣への優しさは消えているようだ。
魔王健在というわけか。この緊急時に手間をかけさせてくれる。苛立っているのか、長谷部。当然だ。本丸がいつまた襲われるかわからない。主が帰る場所を守れるかどうかの瀬戸際なんだぞ。こちらにいるはずの面影も気がかりだ。第三部隊の仲間を放ってはおけない。俺は別に何も言っていないが。わかるさ、俺たちも同じ気持ちだからな。主がお戻りになったとき、これだ。よし、調子が出てきたぞ。あれ、あんた昨日は食材切りと畑を耕してたよな。それにしちゃ随分と裾が綺麗だが。よく気づいたな、ヤゲン。確かに昨日は不本意ながら畑仕事を行い、衣服は土で汚れ切ってしまった。だがしかし、俺は鶴の名を背負う刀剣男子。紅以外で染まってもめでたくも何もないだろう。そこで俺は鶴よろしく、中を覗くなと言い残して部屋にこもり、汚れども残らず撃退したわけだ。ああ、つまり入念に洗ったってことか。まあそうとも言うな。しかし意外とマメなんだな、鶴丸は。土汚れを落とすのなんざ割と大変だろ。誰しも意外性の一つや二つは持ち合わせているもんだ。なあ、俺にも汚れをよく落とす秘訣を教えてくれ。出陣後の洗濯でたびたび手こずってんだ。おお、俺の技には相当な技術を要するんだ。だからそう簡単には真似できないだろう。悪いな、ヤゲ。ああ、分かった。鶴丸のやつ、急に態度が変わった。こりゃ匂う。さて、始めようか。構わないよ。さあ、追跡あるのみだ。現在の織田信長の動きを割り出してくれ。手勢と別れ、単独行動中です。向かう先に何が。これは新たな敵でしょうか。織田信長を追跡し、合流を阻止してください。わかった、行くぜ。みんな、新たな流れが検知されました。ああ、任せてくれ。お相手よろしくお願いします。実用一辺倒でリアリに欠けるかな。実用一辺倒でリアリに欠けるかな。これも私に。
これを私に。面影ではない。面影が失ったもう一フッタ。押し切る。我こそは野沢が一振り河川兼定なり。その姿俺たちが油断するとでも思うか。手を阻むなら倒すだけだ。やった。やった。やった。消え進めそうな道もない。ではまずは目の前の時間阻行軍を打ち果たす。狙う。死ぬ。見くびるな。お、あの炎が出てきたぜ。他の道は崩れてしまっている。先へ進むにはあれを使うしかないだろう。時間阻行軍が青い炎を隠しているようです。倒さなければ奥へは進めません。心配せずと敵は全て切るぞ。陣部の作りも以前の調査で訪れた本能寺と全く異なるようだ。何が起きても不思議じゃなさそうだ。注意していかないと。炎が出現したな。奥へ進もう。ここにもいない。あいつもっと奥へ行ったのか。ならばこのまま採用を目指す。時間阻行軍どもを倒して道を開くぞ。開けたな。炎の先へ進むぞ。ここにも奴はいないか。だが確実に追い詰めてるはずだ。敵を倒して早いとこ追いかけようぜ。
軍の増援です。注意してください。しばらく切り伏せて進むまでだ。一向に姿を見せない。この場所はあらかた探したとか。誘い込まれていいというのは考えすぎる。本能寺の内部で未到達の場所は一箇所だけです。おそらくこの炎の先が。全員警戒は怠るなよ。急ぐ。川の殿様が惚れ込むわけだね。ここにもいないだと。くそ、取り逃がしたか。万死に値するぞ。罪は重い。雅を返さぬ罰だ。今は目の前の敵を倒すしかないと。骨のありそうな相手だ。注意せよ。派手に燃やしてくれたな。戦いにくいったらありゃしない。僕らも家中は耐え難いが、迂闊に踏み入らないように注意しよう。お仕事を終えた後は風流なものだね。やはり力がなければ、ね、時間素行軍は全部倒したな。だがあの面影の姿をした奴はどこ行ったんだ。ここへ逃げ込んだはずの織田信長の姿も見えぬ。どこかで見落としたのかもしれん。一旦引き返すぞ。逃げられたか。大丈夫か。ああ、損傷は軽微だ。それよりあの面影、一体どういうことだ。さっぱりわからん。三日月、あんたは何か知っているのか。いや、ただ予想をつけただけだ。先ほど見たのは面影からかけたもう一振り。面影が数振りの刀が集まった存在であり、出陣中に一部欠落しているのは皆知っての通りだな。ヒューガが時間素行軍の干渉を受けながら戻ってきた時、面影の動揺は尋常ではなかった。面影も誰かを失って救えなかった経験があったから驚いたのだろう。誰か。あいつはずっと単独で行動していたはずだが。面影が失った誰かとは、欠けた一部、自分のうちに存在した一振り分の人格だ。なんだと。そんなバカなことがあるか。刀剣男子が二人に分かたれるなど聞いたことがないぞ。しかし面影に関しては複数の逸話をうちに持っていることが稀有だ。それは確かにそうだな。一番大きな逸話で保持されていると聞いたが、それでも不思議だと気になっていた。複数の逸話を一振りの刀剣に集めるなら少々無理があるのではないかと。そういや、面影は俺たちの仲間になることを自分には過ぎたことだと言っていた。あれも妙だった。面影には刀剣男子として不完全、
異質だという自覚があったようだな。だが異質なのは俺たちの本丸も同じ。漂流を余儀なくされたのは過去に受けた時間疎行軍からの襲撃。狙われたのはサニワの歌。思うに強襲調査の出陣大将は最初から抹消も厭わないつもりだったのだろう。訂正はなしか。俺たちも面影も互いの立場など知らされてなかったわけだ。まあそれは一旦置いといて、今は面影の状況だけ整理するぞ。つまり数振り分の逸話を持つとは、心の内に複数の人格を抱えているようなもの。そのうち一人分が抜けて、今は時間疎行軍の手に落ちちまってるってことだな。紺之助、面影が俺の読み通り試験的に権限された刀剣男子で一部が敵方だとしても、共に戦場をかけてきた俺たちの仲間であることに変わりはない。必ず合流できるよう取り計らってほしい。面影と力を合わせなければこの調査完了できないからな。承知しました。とにかく今は義士の進行を止めるのが先決です。気を抜かずに進めてください。やった、ちょっと強くなったかも。慣れ合うつもりなどない。長義尊ってなんだか雰囲気が変わりましたよね。前は怖そうだなって思ってました。怖いとは失礼だな。俺は務めを果たそうとしていただけだよ。分かってますよ。でも何を考えているのかつかめなくて困りました。俺が初めて長義さんと話した時だって、君は愉快だねだなんて真面目な顔で言われたら、そりゃ誰だって警戒しますって。そんな言い方はしていないだろう。君は大げさだな。でも今ではすっかりみんなと馴染んでますよね。頼りになるってヤゲンと話してたんですよ。特に頼られた覚えはないんだけど、ま、好意的な評価だと受け取っておくよ。もちろんです。なのでこれからはいっぱい頼りますね。君は厳禁だな。では始めましょう。さて始めよう。無事終えられたか。お前大体いつも一人で食事してるよな。しかも食台切りに作らせた特製の握り飯を。俺に構うな。お前が馴れ合いを嫌うのは百も承知だ。ただどうしても気になることがあってな。あの特製握り飯の具を教えちゃくれないか。は？食台切りに聞いても門外不出一子相伝だよの一点張りでな。でも隠されると余計に気になるだろう。食台切りとしちゃ栄養価も味も抜群な自信作らしい。なあ頼むよ、
教えられないならせめて一口。知るか、俺に聞くな。まあそう来るとは思ってたけどな。仕方ない、自分で確かめるとするか。料理を教わりたいと聞いてから僕なりにみっちりとイロハを叩き込んだつもりだけど、まさか巴方さんに飾り切りの才能があるとは思いもよらなかったな。あんな綺麗な桜方は初めて見たよ。主には見栄えがいいものを食べてほしいからな。かなり練習したぞ。道理で包丁さばきに迷いがないわけだ。芋を猫の形にした時なんて驚いたよ。主が昔猫をめでていたのを思い出して練習した。だがまだ食材切りほどうまくは作れん。そもそも塩ひとつまみとはどれくらいなのだ。正確な量がわからなければ満足に味付けもできん。あればかりは慣れが必要だからね。僕も苦労したものさ。ともあれ料理の感覚はかなりつかめてきているよ。それは僕が保証しよう。ふん、そうか。ではもっと精進せねばな。今日も指南を頼めるか。もちろん。それじゃ今日はいよいよ筑前煮を教えようかな。受けたまわった。演算結果が変動しています。予想していない展開です。時間素行軍と組んでいたのは信長さんとは別人か。面影のもう一振りが介入しているわけじゃないんだな。あの者の気配はすでにこの本能寺から消えています。何がどうなっているのか詳細が解析できません。混沌とした状況だな。ここから正四範疇として辻褄を合わせるには。織田信長を撃つ者を抑える。急ぎ信長を追うぞ。新たな流れが検知されました。頑張ってみるよ。料理を作るのは得意だよ。頑張ってみるよ。皆様の働きに期待します。あれは刀剣男子といったような。黒田勘弁。あんたが織田信長を斬ったのか。なぜお前が羽柴秀吉に天下を捧げるためか。さてこの願いは誰のためのものだったか。私はなぜここにいるのか。すべては夢、幻だ。蝕まれ、抗えない。お前たちこそなぜ平気で立っているのだ。ああ、もうじきあれが来て私を食らう。あとは誰かの願いへと虚しく溶け合うだけだ。あれだと、まさか。虫の出現が検知されました。討伐し
義士を消滅させてください。ま、なんとかどうかこの兄を頼ってくれ。使ってみます。こちらで戦いに備えましょう。強くなったかも。これでしまいだな。じきにこの世界も崩落を始める。急いで騎乗を。
ヤゲン、コンノスケ、二人は大丈夫だった？ああ、大丈夫だ。少し休めば動けるようになるだろう。皆様には保護強化機能を付与していますが、それを凌駕する攻撃で内部が蝕まれかけていました。やはりあの面影の一部が夢の主なのでしょう。うん、黒の面影は結局逃してしまったけど、この流れの終点まで行って追い詰めるしかないんだよね。なんだその黒の面影ってのは？呼び名がないと不便だからね。面影さんとは区別してみたんだよ。私たちがよく知る面影でしたら、もしかしたら居場所を特定できるかもしれません。本当か？どこにいるんだ？義士を消滅させたことで次の地点を検出できそうです。解析にはまだ時間がかかりますのでお待ちください。力がみなぎってくるのを感じるよ。まあこんな付き合いも一興かな。では始めましょう。みやびに行こう。新作だよ。では始めましょう。やればいいんだろ。いいね。それできたぞ。わかった。落ち着かねえな。